皆さん、こんにちは。写真家、成沢です。どうも。最初に恒例のいくつか告知をさせていただきます。まず10月10日土曜日ですね、アストロアーツさん主催の天文講座で、講師を担当させていただくことになりました。もう募集してまして、10月10日土曜日が星空撮影入門講座っていうことで、ポラリエ U を使って星空撮影のステップアップということで、ポラリエ U の使い方とか、それから、撮影方法とかテクニックとか解説する予定になってます。で、2日目ですね、10月11日日曜日がタイムラプス入門講座っていうことで、これもポラリエ U を使ってタイムラプスを撮影してみようっていうタイトルでやらせていただきます。有料の講座になりますが、ご興味のある方はぜひ応募してみてください。この間告知しましたけど、日本旅行さんの星空撮影会募集が始まった瞬間に結構わっと応募がありまして、待っててくれた方々がいらっしゃるんだなって本当にね思います。応援いただきましてありがとうございます。まだ枠はあるみたいなので、興味のある方はぜひ応募してみてください。丸1日かけてですね、私が星空撮影をサポートいたします。宇宙に寄り道っていうのを私毎月コラム書かせてもらってるんですけど、9月に見たい星空3選公開いたしました。自分の観点から見た、9月でこういうのが撮れるんだよ、こういうのを意識していつも撮影してるんだよみたいなことをコラムで書かせていただいてます。今の3つですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。今日はですね、タムロンさんのレンズブログで、タムロンマグっていうブログがあるんですけども、その中で私が 17-28 の 2.8 っていうですね、レンズブログ記事を、これのレビューを書かせていただきました。ブログでは星空中心でしたけども、今日は昼間撮った写真もあるんで、それも見せつつ、ブログには書いてなかったことも、紹介していきたいと思いますので、今日も行ってみましょう。私 YouTube やって半年経ちますけど、今までもその機材レビューやってますけど、レンズのレビューってね、やったことなかったんですよ。もっとやんなきゃいけないなと思いましたけど、タムロンさんの1728の 2.8 はソニーの E マウント用のフルサイズカメラに対応するレンズになります。星撮るときってやっぱレンズ選びが難しいんですよ。どれでやれば星空がバッチリ撮れるのかっていうのがやっぱ分かんないし、このチャンネル見てる方はそうだと思うんですけど、星以外にも撮影してる方っていらっしゃると思うんですよね。なので、こう昼間も星空も両用でこう楽しめるレンズはないかなって思うと思うんですよ。そんな中でこの 1728 の 2.8 はですね、まさにそういうレンズでした。低予算で昼間も夜も結構いい感じで撮れるっていうレンズだったんですよね。ソニー使ってる人が、これから星撮りたいんだけどって相談もらったら、真っ先にこのレンズ勧めますね。そのぐらいおすすめのレンズです。レンズを選ぶ基準っていろいろあると思うんですけど、光学メーカーに勤めてたもんで、レンズのことってそれなりに勉強してきたわけですよ。レンズの小型化、手ブレ補正、オートフォーカス、この3つは基本的にレンズの画質を劣化させる3大要素だと思うんですよ。レンズの枚数が多くなればなるほど、やっぱ画質って劣化するっていうか、そのレンズの中をこう光が通るたびに光量だったり画質だったりっていうのは落ちていくんですよね。なので、こうレンズ枚数は少ないっていうのが理想なんですけど、ただやっぱりこうユーザー目線としては、オートフォーカスもあった方がいいし、手ブレ補正もあった方がいいし、もちろんレンズはちっちゃい方がいいと。根本的に画質の劣化とメーカーさんは向き合ってて、ユーザーが求める機能を入れつつも、なるべくなるべく画質が落ちないようにコーティング頑張ったりとか、レンズ設計をこう頑張ったりとかして、もう企業努力ですよ。それで、私たちの写真がよく撮れるようにっていう風に努力してくれてるわけですね。それから、F2.8 のレンズが星空撮影では必要になります。基本 2.8 で、もうはっきり言いますけど、 F4 のレンズじゃダメなんですかって質問よく言われますけど、 F4 のレンズはもう使い物になりません。特にズームレンズの F4 の
F4 素通しのレンズって周辺像いいレンズって多分私当たったことないですね。あんのかもしれないですけど、少なくとも私は使ったことないです。まあ、なんで F4 がダメかっていうと、適正露出を得るためにシャッタースピードとか感度とかを設定するかっていう話になってくるんですけど、仮にね F2.8 で、自分のカメラでは感度6400限界だなと、で感度 6400F2.8 で、まあ適正露出が出たと、それが F4 になると30秒になるわけですよね。倍の露出時間がかかるんです。カメラの性能によってはもっと露出時間かかるでしょうし、あとは、まあ、日本国内でも夜空の暗いところ行ったりとか海外に行ったりとかね、そういうところに行くと感度 6400F2.8 の30秒という露出でも適正露出が出ないぐらい暗い空ってあるんですよ。星空が美しいって言うんですね。暗い空ってあるんですよ。そうなった時に F4 だと1分かかるんですよね。で次に出てくるのは露出時間が長くなると星がこう背になってしまうっていう、なのでなるべく露出時間は短く済ませたいんですよね。まあそういう考えのもとレンズの F 値を考えるとやっぱり F4 はねありえないんですよ。なので F2.8 のレンズを選ぶっていうのが基本になってきます。できればまあズームレンズだと使いやすいですよね。私が星空の撮影始めた時はズームレンズで星撮るなんてもう考えられなかったんですよね。単焦点じゃないといい画質が出ませんよっていう話だったんですけど、最近はすごくいいズームレンズが出てきてるんですね。単焦点あるあるなんですけど、撮影した時に余計なものがねいろいろ入っちゃって、それを構図からカットしたいんだけどできない、まあ、こっち行くとあれあるしこっち行くとあれあるしみたいな、そういうことがあるんですけど、ズームレンズだとそれちょっとちょびっとだけズームすればそんな余計なものがない構図で撮影することができるってことで、やっぱ構図合わせにアドバンテージがあるんですよね。まあ、ズームレンズだとそういったメリットがあるんですけど、ただねズーム域が広すぎるのはだいたい良くないんですよ。ほどほどのズーム域、星空撮影で使えるレンズっていうとだいたい広角端一番ワイドに撮れるのは 15mm やっぱ欲しいなっていう感じですよね。ズームした時はだいたい 28mm 前後 30mm ぐらいあるといいなっていう感じなんですよ。レンズ的に無理のない設計というか、マイナス要素をなるべくカットしていくのが星空撮影に向いたレンズを選ぶ基準なのかなというふうには思います。結構ねこの辺複雑なんですよ。ちょっと前置きが長くなりましたが、タムロンの 17-28-2.8 これ最初見た時はですね、あ大丈夫かなっていう印象でした。だってめちゃめちゃちっちゃいんだもん、これすごいちっちゃいんだもん。これと私が普段使ってるレンズを集めました。タムロンの 15-30-2.8 ね、シグマの 14-1.8 っていうレンズですね。ちょっと今私修理に出してこれ大外機でお借りしてるんですけど、富士フィルムの 8-16-2.8、まあ、こういう感じで、これ見てくださいよ、これこう並べるとすっごいちっちゃいんですよこのレンズ。でさっき言ったそのレンズの画質を悪化させる3大要素のうちの一つ、小型化が入るわけですよね。でまあ、手ブレ補正はないですけど、オートフォーカスが、まあ、一応ついてると、まあ、当然ですよね。で、ズームレンズですけど17-28のレンズなのでズーム域としては結構狭いですよね。まあ、ズーム域が狭いのはまあいいなという感じで、まあ、とにかく本当にこれ星撮れんのかよっていうぐらいのレンズですね。ほら全然大きさが違いますからね、これね。このソニー用のレンズでこのズームレンズで F2.8 のレンズって何やんのかなって調べてみたんですけど、あんまりないんですよね。まあ、このレンズの他にソニーさんから16-35-2.8 っていうのが出ますね。シグマさんで 14-20-2.8、 あとソニーさんで、新しいズームレンズありましたね、 12-24mm-2.8。 ソニーの E マウントで使える開放 F 値が 2.8 でズームレンズっていうとこの3つしかないんですよ。まあ、単焦点レンズも除いて F4 ズーム F4 のズームレンズも除いてっていう状態ですね。 2.8 だけ見てます。値段的にはまあダントツでお安くなりますね。どうしてもこのね高いレンズが多いっていうのがまあこのジャンルのね、難しいところっていうか、あと
重さですね。やっぱポイントは重さはこれが 420g でダントツで軽くなる、まあ、小型軽量っていうのがまあメリットかなと。で、最短撮影距離、ここ結構私は大事なんですけど、最短撮影距離が、タムロンさんの 1728-2.8 が19cm、 かなり寄れる広角なんですよね。まあ、こうやって見ると、まあ、タムロンさんがどのターゲット層に合わせて作ったのかなっていうのはなんとなく分かる感じですよね。やっぱりその入門者向けで、10万ぐらいで、まあ、こういう高単価で大口径で大きいレンズが多い中ですごく小さめで作っているっていうところですね。で、このレンズですね、実際使ってみて、思ったよりもずっと良かったんですよ。もっとダメなレンズかなって正直思ったんですよね。ちっちゃいからさ、こんなちっちゃくて大丈夫かなって本当に思うんですよ。すごく良くて、よくできてるレンズでした。タムロンさんの、まあ、企業努力っていうんですかね、凄まじいなって本当思ったんですけど、こちらにも使えて昼間も使えるレンズだったんですよ。で、まあ、タムロンマグに書いてあることは、ちょっと、省きます。タムロンマグの方もぜひ目を通していただいて、で、ここからは実際私が撮った写真を見せて、それの解説をしていきたいなと思いますので、